はいどうもこんばんは、いつきんです。本日は海外の、公式配信があったので、そちらで発表された、内容と、あと日本でもですね、かなり大量のお知らせが来ていたので、そちらを整理しながら見ていこうかと思います。まずは、公式に上がっています日本の明日のメンテナンスの内容になります。明日はメンテナンスありますので、スタミナとか、消費を忘れないようにしてください。そして、期間限定ピックアップということで、ルルカ、こちらがピックアップされます。これはまあ以前、告知がありましたね。そして、エピソード3の、3章が追加と、だいぶ海外のサーバーに追いついてきた感じがしますね。海外が確か6章ぐらいまで開放されているので、かなり追いついてきている感じがします。そして、専用装備追加ということで、こちらの詳細は、前日に動画を上げているので、気になる方はそちらを参照してください。そして、カイデスですね、12、13段階が追加ということで、僕はまだ11段階も全然安定してないので当分回れないんですけど、ようやくカイデスの13段階が追加ということで、まあ強い人は貫通装備とかが増えてくるのかなと思います。こちらはまた攻略いい感じにできたら、動画の方投稿しようかなと思っています。そして闘技場はシーズンが切り替わるというところと、あとは UI 改善が結構ありますね。まあいろいろまた使いやすくなる、みたいです。そして続いてエピックパス、来ました。シーズン2021バレンタイン開催ということで、画面に映ってる通りルルカの、新しいスキンが来ますね。ルルカ使ってる人はこれ非常に可愛いので、みんな購入するんじゃないかなと思います。そして、フーチェの放浪ショップ開催ということで、また、明日から1週間来るみたいなんで、まあ主にモラゴラとか神秘メダルの方を、購入できるというところでまた来るみたいです。あとは不具合修正ということで、一旦お知らせはこんな感じなんですが、別にいろいろとね更新情報があるので、そちらを見ていきたいと思います。はい、では続いてバレンタイン関連の、情報になります。告知あった通り、2月4日明日のメンテナンス後からビタースイートデザートフェスタ、こちらはですね去年の、バレンタインイベントのストーリーになります。去年まだプレイされてなかった人は、こちらで、プレイができるということなので、まずはこの第1弾は去年のイベントが来ます。そして第2弾として2月の25日から7つのチョコレートというイベント、新しい新規サブストーリーが開催されるので、去年やった人は、まあ、去年のストーリーを見つつ、また25日から新しいイベントを見れるということで、楽しみにしておきましょう。そしてバレンタインに伴ってログインボーナスも開催されるということで、計7日間、豪華な報酬が獲得できます。7日目には星5の確定召喚書があるので、こちらも、非常に楽しみですね。そして、一番の目玉の情報ではないでしょうか。2月の、11日から、来週ですね、来週の12時からなんと新しい召喚グループピックアップ召喚が、実装されます。こちらどういったものかというと、限定英雄が、ピックアップ対象になるガチャになります。今回日本で選ばれたのがセリス、ルナ、ディエネ、そしてそれぞれの限定異物ということで、これめちゃくちゃ嬉しい人多いんじゃないですかね。特にディエネは最初期の限定英雄なので、多分ねサービス開始からやってる人結構少なくなってきてると思うので、ディエネ取ってないっていう人は非常に多いんじゃないかなと思います。なのでぜひディエネねめちゃくちゃ強いんで、この機会に取っておくことをお勧めします。そして、セリスですね。セリスも、割とピックアップされた時がまだ今の性能じゃなかったので、あんまり強くないやと思って取ってなかった人多分いると思うので、こちらもね、多分今めっちゃ欲しいっていう人いっぱいいると思うんで、セリス、引いてみてはいかがでしょうか。特にね闇ラッツの対策に一応なるので、闇ラッツに困ってる人はセリスを引くのがいいと思います。
はい、そしてこのグループピックアップ召喚の仕様についてなんですが、日本では告知されてないんですが、おそらく来週近くになったらまた改めてアナウンスあるとは思うんですが、海外の配信で説明されてたので、今回はちょっと触れていきたいと思います。まずガチャ自体はいつも通り、確率とかは同じということで、今回セリス、ルナ、ディエネ、そしてそれぞれの異物が3つあるんですけど、天井システムがちょっといつものと違います。まず120で天井っていうのは変わらないんですが、120回回すと石がもらえます。このグループピックアップ召喚で使える天井石みたいなものが1連につき1個もらえるので、天井自体は120で変わらないんですけど、120回すとその石が120個貯まるので、その120個の石と、このセリス、ルナ、ディエネ、そして異物たちを交換することができます。アイテム形式ですね。なので、リセットされることとかはなくて、例えば100連ぐらいまで回して100連目で、セリスが出たってなっても、石自体は100個もらってるので、あと20連回せばもう1体同じ英雄を交換するか、他の、例えば DNA が欲しかったら DNA と交換するとか、異物だけ欲しいっていう場合は異物交換したりとかっていうことができるので、結構お得なんじゃないかなと思います。120回すと、どれかが絶対出るっていうわけじゃなくて、好きなやつと交換できるので、闇鍋なんですけど一応選べるという感じですし、たとえ途中で欲しいやつが来ても別のやつと交換もできるっていうので、結構いい感じのシステムだなということで、回して損はないので、持ってなくて欲しい英雄がいれば絶対に回した方がいいと思います。はい、という感じでいろいろとお知らせがあったので、一応ね、時間のある人は公式のツイッターとか、あと公式サイトのお知らせも念のため確認をしておいてください。そして一応なんか、海外、まあ、向こうの方では、韓国の方では一応春節ということで、旧正月ということで、まあ、お祝いの時期らしいので、なんかアイテムを配るかもみたいな、話もしてたんですが、それがまあ日本に来るかちょっとわからないんですが、一応楽しみに、しておきましょう。というわけで今回のお知らせ、ビッグセブンニュースは以上となります。ご視聴ありがとうございました。